こちょーす。中までたっぷりチェアです。100人盛りをチャレンジやっていきましょう。今回はとても難しいで遊んでいきたいと思います。さあ、どんなコースが来るのかな。ステージ1、参りましょう。 Why can't you kill spikes? トゲ？お？え？トゲ？トゲ？トゲ、トゲね。とりあえずこれ乗ってかなきゃいけないのは間違いないですね。やべえ、これ超むずい。急がないと雲も消えちゃうし、あぶだ、これやべえな。しかも最後そこ1マス抜けかよ。これやべえぞ。トゲゲーが始まります。トゲゲーとはやだな。スパイク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 、オーマイグネス、オーマイ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 グネスオーマイグネス。オッケーオッケー、そのままいります。これも結構急がないとダメなんだな。横が斜めも超むずい。やばくね、これやばい。これ変態ゲームやった。変態ゲーム、そんなアップね、耐えます。お前ちゃんとこっち来いや、仕事せえや、こっちまで来いや。あいつあそこまでしか行かねえんだな。踏んで乗らないとダメなんだ。うわ怖い、うわあやナイス、うわな、苗木くんになりたい。弾丸論破したいけれども。弾丸論破、それは違うよ。それは違う。全然モノマネが似てなくて引いたわ。オッケー。うわ、危ねえ。キリギリさん、キリギリス、アリとキリギリス。アリの課長、アリの課長。これどこに行くの？わかんねえときは右に飛べ！どうし！やったぜ！気持ちいい。でもこれ最後も結構怖い感じだな。まあ、マリオのジャンプ力を考えれば大丈夫でしょう。よっしゃー！ステージ2参りましょう。いや、弾丸論破にちょっとね、ハマってんだよね。まだ4話までしか見てないけど。スピンジャンプ検定、中級。モノクマが出てきそうな感じの雰囲気ですね。あ、死んだ。え、切れた。モノクマ出てきそう。あ、ドスのせいで画面が揺れるからやりづらい。はいはいはい、届け。オッケーオッケー、ファイヤーバワー、どれ大丈夫。オッケー、ここだけスピンじゃなくなる。あー、そっか。モノクマのキャラ好きだわ。可愛いよね、あれ色が左右で違うのが可愛いよね。ほっ、え、モノクマになりてえ。モノクマみたいなマスコットキャラっていう。ほっほっ、さあやってまいりました。はい、オッケー。二択？ふざけんな。右でいきまーす。よし、いいのか悪いのか。いや、苦手なやつ来た。ワンワンプランプランだ。は？あ、そっか。ワンワンプランプランやめて。ワンワンプランプランやだ。ここでプランプランする？あ、しない。オッケー。あ、ここプランプランか。プランプランゲ？プランプランゲ？プランプランゲ？プランプラン、えー？あの上から来たやつ何だったんだろう。とりあえずこの辺はまだ、プランプランがそんなに強くないからなんとかなるけど、ここだったよね。は？こうか。とどまりやがった今。違う。うん？どうなってんのこれ。これさては投稿主のお手本がないとダメなやつなんじゃない？ちょっと左入ってみようぜ。お、ステージが割と簡単になった。お、
お、割と簡単になった？これはありがたいのか？今度は左に、いやー、なぜかここで死んじまうんだよ。オッケー。ここは落ち着いて、よく見て調整しながら、で、はしゃがない。はしゃがない、はしゃがない、はしゃがない。もうスピンしてる時点、だいぶおはしゃぎになられているけれども、おはしゃぎになられている。おはしゃぎー。これは？下はどうなってる？行っちゃっていいやつだね。じゃあ全力でおはしゃぎになられていきましょうね。よし！土管に入り、どんどん進む。中間がないんだったらそろそろクリアにしてほしいんだけれども。はっ！うこわ。さあもうサクッとカリッとキュウリしていきたいですね。キュウリじゃない、キュウリじゃない。サクッとカリッとクリアしていきたいですね。なんでキュウリしていきたいで、キュウリしていきたいですねってどういうこっちゃ。What's cucumber? いや、why だね。why cucumber? Why Japanese people の人最近活躍してるのかな。たまにネットで、あの人の語録は見るけど。why Japanese people?マリオカーも言われそうだな。イタリア系アメリカ人だからね。25、6歳なんだよね、設定はね。なかなかたくましいおひげが生えていらっしゃるけれども。ほっ。多分マリオこのひげがないとね、パワーが出ないんでしょうね。多分そういう設定なんでしょうね。そういう設定のアニメとか結構あるよね。なんか体の一部が欠けると、劣化しちゃうみたいな。結構あるあるだよね。でも人間でも言えることか。はい、よし、オッケー。自分だったら何かけたらあれするかな。何かけたら劣化する？ビタミン C。 そりゃみんな一緒か。ステージ3参りましょう。ゴー。アイスだな、俺の場合だったら。アイスがなくなったら劣化しそう。え？スピードスプリング、これむずいぞ。27期まで減ってんじゃん。これダメだな。他のコースクリアするためには、もう気残すとかないと。ちょっと待って、またスピラン、ちょっと無理だって。そんなに連続でスピラン、やめて。基本的に殺されるゲームだからな、スピランは。うわ、きついでしょ。え？うわー、そういうこと。いやーこれ今回ダメだな。とても難しい、突破できねえな。こういって、こういって、こういって、ふう。こう行きまして、あ、大丈夫なのか。はい。下、下、上。いや、危ねえ。4秒。もうちょっと先の情報まで。土管入って、あとはクッパ倒して終わりか。あと何秒短縮できる、これ。下抜け、止め。あー、ダメだ。もうここ運ゲーだよね。クッパがジャンプしてくれなかったらダメ。オッケー、運ゲーに勝ちました。多分ここ運ゲーだな。クッパが飛ぶか飛ばないか次第ですね。よし、まずクリア一つ。
厳しい戦いを強いられてるな。